ウンベルト・マリー・アビットーリオ・アメデオ、ジュゼッペ・ディ・サブヤ・アオスタは、イタリアの王族、軍人。ビットーリオ・エマヌエーレ2世の孫息子の一人、サレーミ博の儀礼称号で呼ばれた。元スペイン王で、アオスタ公爵家の初代当主であるアメデオと、その二番目の妻で、初代プランス、ナポレオンの娘であるマリー・レティシア・ボナパルトの間の、一人息子として、トリノで生まれた。両親は、 おじとめの間柄であった。生後わずか1歳で父を亡くし、アオスタ公爵家は20歳年上へのイボ兄、エマヌエーレ・フィリベルトが継いだ。ウンベルトは1908年にリボルノの海軍大学に入学したが、1911年に窃盗の罪で告発された。いとこのイタリア王。 ビットオリオイマヌエーレ3世はウンベルトを逮捕しようとしたが、母親のマリー・レティシアは息子をトリノに連れ帰り、国王の命令による逮捕の実行を阻もうとした。国王は逮捕しない代わり、ウンベルトにトリノ郊外のモンカリエーリ城で謹慎した後、憲兵隊長の指導及び監視の下で18ヶ月間を軍艦の上で過ごすように命じた。第一次世界大戦が勃発すると、 ウンベルトは自ら志願して、イタリア王国軍に入隊した。ウンベルトは、陸軍中尉となり、カターニャ景気兵連隊に所属した。勇敢な戦いぶりを見せたとして、銀メダルを授与された。ウンベルトは1918年10月、大戦が終わる1ヶ月前に29歳で創生した。公式発表では選手とされていたが、実際の死因はスペイン風邪だった。 ウンベルトは、クレスパーノデルクラッパの納骨堂に埋葬されたが、意外は1926年になって、モンテクラッパのグミレーチに移された。ありがとうございます。